はい。以前ね、山口県で4630万円の補助金、助成金、支給金の誤送金があったと思いますけども、東京都ではもっと悪質な数億円の誤支給ってのがあったんですよ。で、これも誤支給した後ね、えー、誤って送金を受けた方が金を返さないって言い張っていて、しかもそれも使っちゃったって言ってるんですよ。これ、逮捕、刑事罰の案件ですよね。えー、個人がやった場合は、 あえて吊るし上げを毎日食らってね、社会的に抹殺されちゃったわけですけども、こちらの方も受けては別に間違ったわけじゃないんですよ。ただその間違いを認識していながら、もう入金されたもんだから返せって言われてもね、とか、もう使っちゃったからね、ってことでまかり通るわけなんですよね。まあ東京ってのはね、このほどね、こわざとやったんじゃないかなと思うぐらい腐ってるんですけども、まあ葛飾区は今後、保育園側と個別に交渉するっていうふうにされてますけども、これ刑事事件なんでしょだから。 あの、同じように照らし合わせたら。言い分も同じですよ。こちらが不正をしてるわけではないし、返せと言われると相当厳しいとか言ってね、使い込んでるから返せませんってことなんですよ。で、保育園の資産を売却してでも、返さないといけないと思いますよね、これ。まあ、うやむやになるんでしょうね、これもね。関係者によりますと、誤って支払った補助金は合わせて数億円ということなんで、一気に数億円ってことは考えられないんですよ。だから、何回もに分けて、えー、こういうふうなね、不正送金、 誤送金というふうな言い方してますけども、これ不正送金ですよね。だこれ、間違って気づかないっていうところから、もうなんかこう、怪しさ満点なんですよ。まあね、この計算ソフトにパートの保育所の人数を打ち込みとか書いてますけども、うん、その金額を疑う余地はなかったとか言ってからね。疑う余地がないことの中に、こういった間違いがあるわけじゃないですか。だから疑わないとね、 疑う余地は常にあるんですよ。で、疑いをやめた瞬間にミスは起きるんですよね。まあ、しょうもないことだと思いますけども。まあ、どうしようもないですね、もうね。う困ったもんだ、ということで。終わりです。